フルマラソンに向けた補給食特集、どれを買ったらいいかもう分かりませんっていう、新世代アミノ酸なんて言われるんですけど、すごい聞きます本当に。はい、こんにちは、スポーツ MC の岡田です。今回はですね、フルマラソンに向けた補給食特集やっていきたいと思います。なかなか決め手がない、今回はどうしようかなって悩んでる方も非常に多いと思いますので、今回はですね、お店にやってまいりました。スーパースポーツゼビオ東京茶の水本店やってまいりました。そしてスペシャリスト田中さんに教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さん、早速なんですけれども、はい、いろいろとね、数々のトレイルレース、フルマラソン、はい、ウルトラも完走されてると思うんですけれども、はい、その経験も踏まえて、今回はフルマラソン、はい、ここに向けた補給食、どんなものがいいのかというのをガンガン教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速なんですけど、はい、これだけちょっと、ね、お茶の水もってすごいことになってるわけですよ。量がすごいので、これだけたくさんあると、どれを買ったらいいかもう分かりませんっていう状態になると思うんですけど、ちょっとおすすめ教えていただいてもいいですか。はい、これだけあると結構いろいろと成分がやっぱりあるので、はいはい、本当になんか悩みとかがあれば、うん、そこに合わせてこう提案もできるんですけど、ぜひ相談してください、はいはい。飲みやすさってところでまずは、はい、入りとしてちょっと紹介したい。それ大事、なるほど、はい、まずはじゃあ選ぶ一つのポイントとして、はい、飲みやすさ、取りやすさ、はい、そうですね、はい、味ですね、はい、ですと、まずはこちらですね、はい、ウィンゾーンですね、はい、これ、はいはい、このシーカーサージは一番美味しいですかね。ウィンゾーン、はい、いろいろとあるんですけど、はいはい、日本新薬、はい、でもこのメーカーがですね、作ってる商品になってて、うん、はい、まあ、先ほど言った飲みやすさっていうところはまああるんですけど、ヒドロキシクエン酸っていう成分を使ってます、はい、もう一回いいですか。ヒドロキシクエン酸、なるほど、はい、噛みそうですねヒドロキシクエン酸、はいはいはい、でこれが脂肪ですね、体の脂肪もこうエネルギーにこう活用しましょうっていう成分になるんですね。何ですかそれ、はい、めちゃめちゃありがたいじゃないですか、はい、だからまあこれは自体が糖質はあるんですけど、うん、ちゃんとしっかり、はい、確かに普通のエナジージェルと同じぐらいの炭水化物とかエネルギー量、はい、そうですね、うん、でハイブリッドで自分のもうそもそもの脂肪分をエネルギーに変えていって後半まで持たせようっていうようなコンセプト、うん、めちゃくちゃコンセプト最高ですね、はい、いいですね、はい、でやっぱ飲んでもらうとかなりこう、ね、味もちょっとそんなに癖もなくて、はい、非常に飲みやすいの で、 いいです、ね、これはかなりおすすめかなと、はい、思います。ウィンゾーン、まあ、エネルギージェルと一口に言っても今みたいな特徴がそれぞれあるっていうことですね、はい、そうですね、なるほど、はい、続いてなんかちょっとおすすめのものありますか、はい、まあ、飲みやすさっていうところは言ったんですけども、はい、やっぱり効果がないと、まあ、実際にで自分にはどういった効果がいろいろあるのがいいのかなっていうところをまあ考えていて、うん、今ちょっとおすすめしているのはこちらのアミノサウルス。来ました、はい、ちょっともう箱ごと移動させちゃいます、はい、これはもうだからアミノ酸が入ってるってことですか。そうですね、はい、BCAA っていう、まあ、その筋肉の方のダメージの、はい、抑えてあげるっていうような成分であったりとか、うんうん、まあ、あとはシトルリンとかオルギニンとか、そういったですね、ちょっと新しい、まあ、よく言われる新世代アミノ酸なんて言われるんですけど、新世代、こっちにも入ってきて、はい、新世代っていう言葉が使われてるんですか。はい、まあ、そういったこう本当にアミノ酸に非常にこう特化した、うん、ただエネルギーもしっかりこう取れますんで、で黒と白、黒と白、これ何が違うんでしょう、はい、これカフェインこっち入ってます。あ、白カフェイン、はい、これは通常のもの、はい、なるほど。ちなみにアミノサウルスのジェル、はい、味はいかがでしょうか。味はですね、このまあいろいろある中で言うと、そうですね、まあ、個人的には3本の指に入るくらい美味しいと思います。まあ、ちょっと今味で他のこのね、ウィンゾーンをご紹介しましたけど、はい、アミノサウルスも飲みやすいと思います。飲みやすいですよね、はい、ちなみに僕も味使ってます、ね、大好きです、これ、はいはい、取りやすい、うんうん、飲みやすいですよね。そうですね。味は何味なんですか。味は普通の方がレモン味で、うん、こっちはマンゴーですね。レモンとマンゴーでございます、はい、続いてちょっと自分の方がよく使ってておすすめしてるんですけど、こちらです。なんか絵の具のような形状のものが出てきましたけど、はい、そうですね、はい、これが STC ニュートリションっていうメーカーのエネルギージェル、はい、でオーバーブラストっていうシリーズなんですけど、今回このおすすめしてるのがオーバーブラストのノークランプっていう、うん、ノークランプ、はい、これノークランプっていうのはまあ日本語で言うと釣らないよっていう、簡単に言っちゃうと、へいへい、釣りませんよみたいな感じ。強気のサプリメント来たよこれ、はいはい、で、まあ、なんか足釣りとかっていうと、うんうん、こうなんか塩分取りましょうとか、まあまあそうですね、はい、汗とか出ちゃってとかって、はい、はい、あると思うんですけど、正直自分あんまりそっちの方ってあんまりこう影響なくて、逆にやっぱり筋肉のダメージで足がこうやっぱり釣っちゃうというか、張ってきちゃってとかっていうことは結構、それで動かなくなること結構多いんですけど、あります、はい、これどちらかというとそっちにこうアプローチするというか、成分が入ってます。へー、パワーグレープっていうちょっと特殊な成分が入ってて、いや今日は横文字めっちゃ出てきてますよ、はい、これ概要欄に書いときます、横文字の一覧、辞書みたいになっちゃいますけど、はい、パワーグレープ、はい、
ほう、これが抗酸化作用なんで素晴らしい、はい、抗酸化作用、はい、なので本当に筋肉の疲れとかっていうところが気になる方なんかはこれ取ってもらうの非常に効きます。みんなです、はい、僕もです、はいはい、間違いないですね。これはちょっと個人的にはちょっとレースの時に忘れるとあれやばいなってなってますね。そんなに、はい、じゃあもう田中さん的お守り、お守りですね。うわやば、はい、一応当日は2本持ってて、うん、まあ1本はスタート30分前に取ります。あ、そうなんですか。最初に入れとく。へー、はい、あとはハーフ過ぎくらいに、まあ、2時間経過したくらいですかね、レースハーフ過ぎというか2時間経過したくらいに取ってっていう、まあ、ちょっと後半に頑張るとか、まあ、大体1時間から2時間までの間くらいでこれを取って、うんうん、ちょっとそうすると結構こう足が動く感じが、ね、あって非常に効果、まあ、いろんなエネルギーで効果体の中で感じながらやってるんですけど、はい、ちょっとピンチって時に結構助かるかなっていう感じですね。あ、そういうことか、まあ、人それぞれ、ね、はい、体感しやすいものって変わってくると思うんですけど、うん、田中さん的にはこれが結構体感しやすい、はい、筋肉のダメージに効くものだと、うん、これ蓋をもうパキッとこう折ってもらうと、はい、もうすぐキュッと飲めるんで。お、はい、なるほど。味とかどうなんですか。これはですね、コーラ味です、うん、はい、比較的コーラ味で、結構コーラ味ってなんか他のメーカーさんにもいろいろあって、結構コーラ好きな人結構長いくらい走る人いるじゃないですか、そういう方は結構好むんじゃないかなとは思います。おー、なるほど、はい、でもちょっと結構こう体にガツンとくる感じはあるんで、へい、はい、なるほど、ちょっと試してもらった方がいいですねでもすごい効きます。あ、はい、すごい。でもそのね、分かります、はい、ジェルって日常的に食べてるものとはちょっと違う味じゃないですか、はい、どれもこれも、はい、その中でもなんかちょっとガツンとくる味ってね、はいはい、ありますけど、ね、そうですね、それがだからいけるかいけないかも含めて、これをシャキッとちょっとさせると、後半に向けてシャキッとさせる。なるほど、ありがとうございます、はい、僕ジェルがね3つぐらいご紹介してきましたけど、はい、ね、あとはまあ、はい、結構とは言ってもやっぱりこう普段慣れないようなこういうまあ糖質をぐんと入れて、まあ、多少こうやっぱ血糖値とかもこう上がったりとかして、そうですね、まあ、その活性化をすることで、まあ、エネルギーとしてっていう観点なんですけど、やっぱり結構多分人によっては受け付けないんですよね、うん、なんていう方もやっぱりいて、結構聞きますそれ。例えばなんか5本くらいとか3本4本持ってったんだけど、最初の1本飲んでもうダメでしたとか、ありますよね、ジェルが体に合わないっていう方もいますからね、はいはいはい、そういう方にはちょっとまあ逆にこう負担がちょっと軽いというか胃腸に優しいって言われてる、要は成分みたいなとこで、このチャレンジャー、チャレンジャー、はい、はい、来ました、この赤色のパッケージ、はい、今回はジェルのタイプですね。そうですね、はいはい、これはチャレンジャーのパワーリキッドっていう、パワーリキッド、はいはい、これはどんなところがその優しい、はい、これの、先ほど言ったところで言うと、大体こうエネルギー系のジェルって、まあ、デキストリンとかマルトデキストリンとか、あとブドウと、まあ、カトとかいろいろ糖質の成分ってあるんですけど、うん、こちらに関してはパラチノースという成分使ってます。はい、まだまだ出ますよ、はい、横文字、はい、パラチノース何ですかこれ。パラチノースはどちらかというと、はい、急激にカット上げていくというよりは血糖値がグンって上がるのではなく、はい、こうゆっくりこう持続的にこう、はい、効果を出していくはい、っていうところで、比較的やっぱりこうそこら辺が胃腸とかに優しいとか言われてます。なるほどね、血糖値が上がる上昇がゆっくりな糖質を使ってるっていう、はい、それがパラチノース、はい、そうですね、で、はい、だからこそ体への負荷がちょっと低いっていうね、はいはい、そうですね、結構本当にすごいフルマラソン以上の長いこう、はい、レースとかになると結構よく後半とかこういうの使う方とか、前半あんまりこう急激にこういうの上げたくないっていう方は結構前半からこっち取ったりとかっていうのもあると思うんですけど、結構マラソンとかだと逆にこうもともとしっかりまあ都度都度しっかり効く感じを求めちゃう方もいるんですけど、いやそうですよね、わかります、はい、うん、ただこれはそういった方ちょっと胃腸とかに負担かけたくないとか、そこにトラブルがあるんですとか、そうですね、はい、結構急激なこう血糖値とかっていうのその上昇とかはちょっと怖いなとかっていう体質の方はこの辺を試してみていただくのもいいかな。すごいな、でもそれだと本当体に合う好み、はい、味が好きとかって効果を実感しやすいってそれぞれ特徴があるから、はい、やっぱり試してみないと分かんないですよね。そうですね、はい、なるほど、かなりねいろんなものがある中で、はい、今回はその特徴があるものとかねおすすめを教えていただきましたけれども、はい、どうでしょう、それを組み合わせてフルマラソンに挑むっていう中で、はい、こう組み方というか、はい、どういうセットを作っていくのがいいっていうのをちょっと例を出したいんですけど、はいはい、お願いしてもいいですか。よく自分の方でおすすめしてるのは、はい、こうよく考えたらペース上げたいとき上がったとき、はい、ペース思いっきり落ちたとき、うんうん、まあ、上がるときはそんな上がらないんですけど落ちるときはガクンと落ちるんですそうですね、本当切ないですよね、そうすると10キロから20キロこのくらいでも20キロから30キロ30キロから40キロって感覚がすごい変わっちゃうなと思って。あ、なるほどなるほど、はい、なので自分は、かかる時間が変わるんだよね、はい、そうですね、うん、その
ラップが変わっちゃうので、うん、最低でも1時間に1本いや等間隔ペースで取るようにしてます。距離じゃなくて時間でちゃんと取るようにしてると、はいはい、ほうほう。なので結構そのフルマラソンでどのくらいのタイムって言われても、はい、あの相談されても基本はもうそれでご案内してるので、まあ分かりやすいですね、はい、1時間に1本はちゃんと取るようにしようと、はい、なので、まあ、例えばフルマラソン、はい、まあ、5時間くらい今回5時間くらいで走りたいよっていう方は、はい、まあ、先ほどちょっと出したところで言うと、まあ、例えば最初の1時間、はいはい、1時間、はい、こちら1本、はい、で例えばこちらのアミノサウルスをこの2時間のところで使うと、うん、はい、2時間、まあ、ここ基本的なベースで、まあ、そうですね、エネルギージェル、はい、まあ、美味しくて、ね、まあ、脂肪を活用しつつ、はい、アミノ酸も入れつつ、そうですね、で、まあ、3時間のところもまあ同じようにこの辺の、まあ、先ほど紹介したところで言うとこの辺を、まあ、逆にこれパラチノースなんで、まあ、組み替えて前半に入れてもいいかもしれないですね、はい、っていう、はい、ああ、なるほど、まあ、この辺の3本は好きなように組み替えてもらってもいい、うん、順番は、はい、はいはい、で4時間になってきたときはシャキッとさせましょうっていうところの、まあ、この紹介した紹介したやつのカフェインバージョン、はい、各メーカーさんからねこのカフェイン出てるんでカフェインバージョンが来てると、はい、カフェインバージョンを入れてもらうと。そうかそうか、はい、1時間、はい、2時間、3時間で4時間4時間目でシャキッと、はい、シャキッと4時間分ね、これで、はいはい、で、まあ、予備はこの辺とかで、うん、まあ、持っておくと、はい、で、先ほどこの足つり体の成分が入ってるって言ってたこちらですね、はい、これをこういう形でちょっと、ね、2時間、まあ、先ほどあの半分くらいでって言ってたんで、はい、まあ、2時間のところなのか3時間のところなのかとかっていうところで入れてあげると、うん、おお、こういう組み合わせでもいいと、はいはい、エネルギーでもやっぱりちゃんと1時間に1本っていうのをちょっと目安にしながら、はい、その中身として自分が取りやすいものを選びつつ、はい、こういう ね足つり対策のものを入れたり、はい、カフェインのものを入れたりとしていくっていうね、はいはい、そうですね、なるほど、分かりやすい、はい、で、まあ、人によっては、まあ、自分なんかは、正直フルマラソンだと 40分から45分に1本回取るんですよ。おー、なるほど、はい、これ先生ちょっともう最悪もアレンジが入りましたけど、はい、自分は結構本当にあの早め早めになんかこうそうですね、あの持ちタイムの割にそんな飲むのって言われるタイプなんで。ああ、そうなんですか、はい、ちなみに田中さんは何時間ぐらいで、はい、今2時間54分です、ね、早いね、はい、2時間54分で走る時も、はい、そうですね、なので40分、1時間20分、2時間で2時間、そこの2時間40分のとこで取るかどうかっていうバランスになっちゃうので、2時間40分はね、はい、もうほぼほぼゴールが見えてるから、はい、まあ、お守りとして1個持っていくかどうか、どうか、はい、それをちょっと時間をこうずらして、ちょっと走りながら、あ、今日はこれは出せるかなって時は、まあ、逆にこう45分刻みにしてこう3本だけにしちゃうとか、あ、今日は3時間半くらいでいいかなとかっていう時には、じゃあそのまま2時間40分にも1個取ろうかとか、取ろうかね、はい、そういうアレンジが効くように、はい、でも田中さんのタイムでもつまり今の感じでいくと4本ぐらいは持ってるっていうことになるわけですね、はい、そうですね、はい、じゃあやっぱりこの自分のベースになる、うん、なんかこう4時間分のジェルぐらいは、はい、なんかこう固めといた方がいいかもしれないですね、はい、うん、そうですね、備えはでもやっぱり必要だと思います。備えは必要でございます、はい、で自分がねどんな味が好きなのか、それがどれが体感しやすいのかっていうのをちょっと今日の参考にちょっと事前に試していただきたいですね、はい、あと、はい、お店 にはですねこんなものもあるんですよね、はい、じゃん、フルマラソン乾燥セットというものも用意されてますけど、これ本当に今言ったやつがそうですねちゃんと入ってますね、はい、まあ、先ほど言ったの、はい、結構こうタイム、うん、っていうところをベースにして、まあ、3時間半ってところありますけど、うん、4時間とか5時間とか乾燥とか、結構そういった形でお店の方で、はい、作ってくれてるんですね、作ってます、はい、あれ5時間の方がやっぱちょっと重いな。そうですね、はい、やっぱちょっと量は増えますよねちょっと量増えてますね、はい、うん、ただこれなんか見た目すごい、これはもこんなに持っていくの、そう、こんなに持っていくんですか、重いんですけどってなりますよね、はい、まあ、実際にこの中に入ってる、うん、まあ、ちょっと大きめなものがね2つくらいあるんですけど、レース前、はい、レースの1時間前くらいまでに取ってもらうやつと、エネルギー事件、はい、ゴールしたらリカバリーで、レース終わったら次の日の仕事に備えるっていう、これは大事ですねみんなそうですよね忙しいのだから大事ですよね、はいはい、アミノバイタルゴールドのね、はい、パーフェクトエネルギーですね。そうですね、 なんでこの辺とかをやっぱもう入ってるんで、うん、はい、込み込みで、はい、もうその辺の味もそうだし悩みもそうだしタイムもそうだし言ってもらえれば、このセット以外にもそう、もうすぐパパッとこう、ご案内はします、お店で、はい、これすごいですね、うん、なんかすいません薬剤師さんに見えてきました調剤してくれてるみたいな感じですよね、はい、でも本当になんか迷ったら、はい、まあ、この動画を参考にして自分で選んでもいいと思いますし、はい、お店に来て実際に、ね、相談してみるっていうのも
もちろん、はい、大歓迎ということでございます、ね、ぜひいただければと思います。さらにあの東京マラソンエキスポ、はい、出展されるんですよね。あ、はい、そうですね、うん、はい、今年は出展いたします。で、出展する中ではこういう補給食もしっかりと、そうですね、はい、この辺はもう全部持っていきますし、はい、自分が3日間補給食のところでお待ちしてます。あ、来ました。なのでもう本当に田中ドラッグストアというか、ね、はい、田中サプリメントストアみたいな状態なわけですね。捕まえてもらって、うん、もう今言ったみたいな要望をね、こうガンガン言ってほしいですね、はい、ちょっと列ができそうですね。ありがとうございます。でも今回でもちょっと紹介しきれないぐらい盛りだくさん。そうですね、あのもっと、ね、いろいろ紹介したいものが山のようにあるんですよ。そう、山のようにあるので、はい、あのもしよかったらですね、これをご覧の方々のご自身で考えながらとか自分が使った感想とかはぜひコメント欄に入れていただいて、こういうことまたね田中さん教えてとかあったらぜひコメントで寄せていただければと思います、はい、ということで、フルマラソンに対する補給食ありがとうございました。田中さん、はい、ありがとうございました。はい、皆さんもねぜひこの動画見ていただいて、はい、参考になったという方チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。